こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、なんか水のような感じがしますよね。サミさん、この問題のポイントは一体何なのかということでございますが、おそらくこれ空襲の右側ですよね。まあ、少なくとも SV 繋がっておりますので、空詞のところには接続詞を入れるべきですね。で、これで選択詞の中に接続詞があるのか。で、まずは選択肢の A でございますが、 All the more、 皆さん All the 比較級、副詞ですよね。で、選択肢の B は皆さん右や To ございますので、前置。で、選択肢 C は The next time ということでございますので、名詞。で、選択肢 D は前置プラス名詞でございますので、 M、 つまり就職後っていうふうに考えると答えがなしとなってしまいそうです。皆さん選択肢の C。皆さん The next time に関してちょっと下にまとめておきますね。で、皆さん The next time と言われたら、今度うにゃうにゃするとき、次にうにゃうにゃするとき、で、今度や次があるんですから、初めてうにゃうにゃするとき、それが The first time ですよね。で、カッコ3番ですが、うんたらかんたらするときはいつでも、それが every time でいいんですが、皆さんこのカッコ1番からカッコ3番、名詞に見えそうですが、後ろにフェンが隠れてると考えて、まあ、時という意味ですからね。ですから名詞ではなく接続詞。よって正解は C。で、皆さんこれで意味もうまくいきますよね。皆さん文末をご覧ください。彼女、アンドレアさんが先生に次に会うとき、今度会ったときに、空所の左側、すべての質問をいたしました。ですからこの選択肢の C が一見名詞に見えそうなんですが、実は接続詞。まあ、このカッコ1番からカッコ3番もそうですが、いつ狙われてもいいようにですね、押さえていただきたいと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸5番。そこに入るここをスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。